もうずっと一人なんですけど恋人もいなくて寂しくないって言ってるんですけど人の声とかを聞きながら眠りたいとは思うっていうことは寂しいのかなって最近ちょっと気が付いたんですけども。あそこに戻ることを思えば何だってできるし今何だって幸せだと思える。 人から何と思われようが可哀想、そうしばこちゃん不幸せって思われようが私が幸せならいいのよ皆様こんにちはあなたの眠れぬ夜のお供にニューレディーの肉の麹に行くよです フライヤーさんのチャンネルにはたびたびお邪魔していたんですけどなんとレギュラーで出演をさせていただくことになりました嬉しい初めてのレギュラーですで最初のゲストなんですけども作家の岩井しま子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 嬉しいですもうずっとあの拝見はさせていただいておりまして本当にあのさあの私がねしたのはちょっとにわかなんであの墓稽協定のところから <laughs> ああもうそんなのいやいやいやでも本当に岡山うちの姉も嫁いでいてで、ね、岡山ご出身で何そんな悪いことしたんですか <laughs> 悪いことして岡山に行ったわけじゃないんですけども<あ>そういった意味でもずっと親しみを持って拝見させて とりあえずですねディレクターの方からは視聴者の皆さんの眠れない夜のお供になるお悩み相談企画っていうふうに聞いてるんですけども志子さん眠れない夜ってあります自分ってなんだろうって思う時に。うん 悩んでいてもグースが寝るんですよね。はい、すごい<で>一番強いかも。あの、うん、悲しくってもグースが寝るんですけど、カラタつと悔しいと眠れないんですよね。うん、ああ悔しい時は眠れないんだ。だから。 悲しくても寝られるけど悩んでも眠れるけど腹立つと眠れん悔しいと眠れんっていう意外と私って攻撃的なのねっていうなんとなくそれは分かってました出てますよやっぱりね今日も氷柄で今日はね今日は私の皮膚ですからねあの肉屋さんの方が今日はでも今日氷柄があの派手というか割と控えめ氷なんですよねリスペクトでね今日氷柄を着させていただいたんですけども 具体的には、どんなことで最近お悩みが、いお怒りがありました。なんというかな、私、あの肉王様のような方はリスペクトするんですけれど。あ、うんうん、のね、時折ね、その、はい、よからぬ女装がいるんですよね。よからぬ女装。それは<ら>女の子に油断させて、近づいて、はい、女の子に悪さしちゃおうみたいな。あ、います。いる、いる、いる、いる。そういうその。 邪道の女装は許せないんですよ。うん、あの気を許させといて、うん、なんかな男になって襲っちゃうっていう。そうそうそうじゃあ怒った時に<っ>あの夜眠れなくなるっていうことなんですけども、はい、なんかそういった時はどういうことをされたりするんですか。本当私ね、あの性格悪いなって思うんですけど、うんうん、腹ラタツヤつって全部ね、うん、あの小説とかエッセイの中でね、うん、あのあ<ー>悪役として出して。 あのぶっ殺したりしてますよ、ね。ああ、それそうやって消化させてるんだ。<laughs> そうです、そうです。こいつ絶対名前、うまんま使おうてやろうとかね。名前ま、<laughs> まんま使おうたるでみたいな、<ー>そういうことをしちゃうんで、そう復習で。あ,<ー>あのうと,うとうとする方ですね。いや私はちなみに、あの眠れない夜は、最近ラジオにはまっていて。 眠れないい時にはラジコを聞いて寝るかなでもなかなかそう考えると私なんか一人で全然寂しくないもうずっと一人なんですけど恋人もいなくて寂しくないって言ってるんですけどなんかそういうのを考えると私やっぱり人の声とかを聞きながら眠りたいとは思うっていうことは 寂しいのかなって最近ちょっと気がついたんですけども <laughs> そういう人寂しさみたいなのとかって人恋しさみたいなので眠れないとかってそういったことってありますあも私あの一人旅好きなんですよねはい、はい、もちろん私好きな人男女問わず、うん、2>, 2人っきりも好きだし、うん、あと3人4人みたいなのもね、はい、楽しいし、うん、だけど何たって私一人旅 好きで、うん、特にねあの東南アジア私も同じなんです、ね、東南アジア大好きであの、うん、もう暑いっていうだけでもう楽で、ね、楽で楽しくなっちゃうんですよ。うんうん 見知らぬ人ばかりの中にいたら、えーうん、何でもない親切とか、うん、何でもない触れ合いがすごいしみるんですよね。あ確とい,い,いうのもある待してないうのはあるもう二度と会わん人の親切とかがすごい嬉しくって、うん、そうなると何か大げさですけど「うん、あいいじゃん私世界とつながってるじゃん」みたいな何、うん、かその何も恋い恋人とか夫とか、うん、その親友身内。 そういう強いつながりのない人たちともちゃんとつながれてるんだから、うん、別になんか夫とうまくいかなくても、うん、なんかあの娘に嫌われてても、うん、なんかもう <laughs> いっかっかてあでもなんかあのくあたりの温かい国の人たちのおおらかさっていうのはなんか自分もおおらかにマインドを変えさせてくれますよね。うん、人間関係に悩むあなた 一、うん、人旅っておすすめもうしてるかもしれないけど、<laughs> 特に暖かいところ、ね。暖かいところ、暖かいところですよ。うん、もうあの、うん、あまあ、いいや、もうい,いか、<laughs> い,いかってなるんで、<laughs> いや本当。<laughs> そこ大事ですよね。はい。はい、で、こう結局のところ悩みって何なのかっていうと。 幸せになりたい自分とそうでない今の自分を比較したその差分についてこうどうしてなんだろうどうしてこういう状況にあるんだろうっていうふうに悩むのかなっていうふうに思うんですけどもそもそものその幸せ自体っていうのがこうなんだろうっていうふうに思うんですけども島子さんにとっての幸せって やっぱりね若い時はねんかこうアッパー系というかエキサイティング系というかなんかワクワクするドキドキするウキウキするのが幸せだったんですけど今はねダウナーの方に入っててダラーンと何もせずにああ幸せみたいなふうになっちゃってるんですよ。でねあとね私が娘さんの頃にはなかった今 SNS あれ見てるとね リアルの知り合いにもいるんですけれど、うん、とにかくあのキラキラとした、うん、あの写真をいっぱいあげてで羨ましがられる <laughs>、うん、幸せそうね幸せでいいなって、うん、他人に幸せと思われるためには、うん、不幸せでも構わないっていう <laughs> もうどんなに家庭がボロボロで <laughs> 実は借金まみれで、うん、実は仕事がなくっても。うん どんなに私不幸でも人から幸せって思われたらそれが私の幸せなのってこれもう哲学中かもうあの専問答というか幸せ不幸せどっちどっちどっちみたいなぐるぐる巻きになっちゃうんですよでも私じゃないよ逆なのよ人から何と思われようがかわいそうしまこちゃん不幸せって思われようが私が幸せならいいのよ、うん、いや私もでもどちらかというとやっぱりしまこさん派でこう幸せって なるもんじゃないっていうふうに思っててもうすごく身近なところにあってあなんか本当に自分で頭おかしいなって思う時があるんですけども息をしてるだけで気持ちいいとか何だろう朝起きて光を浴びてあそれだけで最高だなっていう気分になったりするんですよ。 それはね、わかりますよ。だって、あの、例えば、なんか、あの体の調子悪い時、なんかお腹下したとか、うん、熱ある時とかね。うん、昨日の私はなんて幸せだったんだろうって、何もなかった時の私、うん、お腹も痛くなく、うん、熱もなかった私、うん、なんて幸せな日々を送ってたんだろう。ぐっすんみたいにはなりますよ。やっぱ、私も、そうは言っても、こう肩にはまった幸せにとらわれているのかなと思うのが、やっぱ、その。うん パーートナがががいいいるるのが幸せみたいに思い込んでるとこがあ,って、うん、あなんか私も飽き性っていうところがあって同じ人だとこう飽きちゃうっていうところがあってそれでなんかこういまいちこうパートナーを決めかねてるのかなっていうところがあるからもしかしたらちょっと組合の人に多い傾向なのかもしれないです <laughs> なんか私の周りもみんな,なんかなかなかカップルがいなくって。うん そそういうういい人結構多かからそうなのかもしれない私もそうなのかもしれないそう一人でいるのは別にでもそんなに不特定多数としてないですけど <laughs> 私はね私は一人でも大丈夫なんだけどもでも誰かと一緒にいると飽きちゃうっていうのはわかるる気がするそういえばね、うん、なんかあの私漫画家の西原理恵子とても仲良しなんですけど。はい リエゴちゃんが「その女の怒りってポイントカードよね」とこう些細なこと「あれ?<え>」みたいなことをまあポンって押す、うん、でちょっとした違和感でポンでね、うん、どん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 溜まっていって、うん、ある日全部溜まった っってなって、別れましょうよ <laughs> で,でも男としては「えなんで、うん、なんで、うん、なんでそんな些細なことでそんな激怒すんの?」ってなるけど、うん、女としてはポイントをいっぱい貯めていって、うん、ついにある日あのいっぱいになる日が来たからそのポイントカードでキーン捨ててあ,のあんたと別れる、うん、ってなっちゃうとなるほどで。それを、私のポイントカードってね、うん、あの押すとこが つつかかぐらいしかないしなのよだからあの私はもうね1個押してあっもういい次のカード作り直すわってああでもそう私もそれに結構近いかも <laughs> もうなんかあのいっぱいになるまで待ちもせずにねうん、うん、もうつ次のカード作り直すから結構ですってああでも,でもな,なんとなくこういろんなまあそれって女性だけに限ったことじゃなくてあらゆるものが 突然あの人がどうしてっていうのって、うん、っそう日常の中でそういったポイントをどん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 たまってって、うん、ある日それがこう飽和点に達して、うん、プチッとこう消えて何か事象が起こるっていう、うん、そんなところって人間ってあってまあそうですねだけどやっぱり確かにちょっと自分の心の狭さみたいなのはたまに <laughs> 感じる <laughs> まあそれがもしかしたら悩みっちゃ悩みなんですけどでも幸せはでも幸せに関しては。 すごく生き血っていうか感じるポイントが低いので私はその点であんまり幸せになななりたいいいいっていうところでで悩んでないかもしれない若い頃はやっぱこう周りと比べてしまうっていうのがこう人間っていう社会的動物である人間のこう宿命なのかもしれないんですけどもやっぱ若い頃はやっぱ私も比べて比べてそれで嫌になっちゃって引きこもっちゃったような時期もありますから。 周囲の、あのー、幸せに自分をこう当てはめに行こうっていうふうに、えー、言っていた言っていて苦しんで散々苦しんでそれででもなんかなんでこう窮屈な思いをしてこう生きてんだろうそれって全然幸せじゃないよねっていうことに気づいてあでもやっぱりよく考えたら幸せってなるもんじゃなくてもう実は 身近なところにあって感じるものなんだなっていうのをこうなんだろう痛感したっていうか,なんかそうなってきたからっていうのがあるかもしれないですね私のような職業だと、うん、なんかねあの誰がのろけとか自慢聞きたいよってその皆様のお声、うん、<laughs> あの かわいそうなしまこちゃんとかね、なんか痛いしまこちゃんが好きっていう人いっぱいいるんで。んあ,んであの不幸は金になるとは、まさに西原理恵子の言葉。<laughs> あの。<laughs> いや、でも、本当にそれは思いますよね。みんな不幸な話大好き。不幸は金になる。でも、金イコール幸せかどうかっていうの、もなかなかなところですけれど。ああ<ー>。ね、確かにね。お金はね、いや、絶対あって、困らないものだから。うん、あの、なんだろう。お金をみんななんか、こう。 目的をこう幸せになるっていう目的のために使うっていうふうに思ってるんだけどもお金ってまた別の側面で嫌なことをしないでいい権利をもらう。 っていうことだと私は思ってんですよお金があるっていうことはあ,あとその苦手なことを代行してもらえるっていうのはありますよね苦手なことを代行してもらうのもそうだしやっぱお金に困ってると受けたくない仕事も受けざるを得ないとかってそういう状況って起こるじゃないですかあと行動半径が広がりますよね、うん、金がある方が金がないというかほんまどこにも行けないみたいな、うん、トータルで考えるとやっぱお金っていうのはこう自由をもたらしてくれるっていうところがあるから、うん、で、私もねなんだろう 特定の恋人とか作らないとかのいうところにも関係してるんですけどやっぱり自由をすごく大事にするからで自由であるために必要なものっていうと、まあ、この資本主義の世界ではお金っていうことになるからお金を大事にっていうふうにお話をしてるんじゃないかなって思いますけどもね。 その離婚して何もかも置いてあの鉄砲1丁だけ持って東京に出てきた時にねあのまず一番最初に新橋のウィークリーマンションに入ったんですよ部屋まだ借りられなくってビルの谷間にあって昼間でも電気つけなきゃ暗くてそこで私初めて生まれて初めてちょっとこれ打つってやつみたいな感じになるんですよね。はいかんわとであの 何が何でもその日当たりのいいとこに引っ越そうってなるんですけどね、うん。ねという話を西原理恵子ちゃんにしたらね、うん「しま子ちゃんしま子ちゃんはね今も本当はそこにいるんだよ」っしま子ちゃんがね今の状況これね、うん、全部ね夢なんだよ「しま子ちゃん私が手を3つたたいたら新橋の一人ぼっちのワンルームに戻るんだよ」ギャー。やめ で、ホラーでしょこの辺ホラーでしょあそこねだけは帰りたくない私ね岡山で元夫と喧嘩してる場面とかねなんかそんなんより全然全然なんかそんなの全然へっちゃらっていうかねむしろなんか面白い思い出とかになってんですよ元夫との喧嘩とかね一番私が思い出したくないのがその新橋ウイクリマンションの孤独だった時間であれを思えばあれを思えば今の私は あの日当たりのいいお部屋もあるし、うん、あとあの時持ってなかったもの,あのお友達とかね、うん、やっぱいっぱい自分持ってるじゃないかーって若さを失ったけどその、うん、あそここに戻ることを思えば何だってできるるし、うん、今何だだっって幸せだと思えるってあでも確かに私も,でも若い頃に戻りたいとは思わないけど、ね、そんなに私結構貧しい暮らしをしてて40人してもそれこそトイレ共同シャワー。 共同みたいなところに暮らしてたんですけども、うん、そんなに気きなじゃなかったんで私やっぱり多分そこでもやっぱり幸せのき地が低いんだなって今聞いてて思っちゃいましたけどね、うん、なんかまたこう落ちぶれたらそこにああまたあの時の生活をすればいいだけかっていうふうに思っててでその時そんなに私辛くなかったんでやっぱり島子さんってやっぱりこうそんなことないですよ。 岡山県のどどど田舎って昭和40年代とかの景色の中ってねもうみんなの家がその何台所は土間だしトイレは外にくみ取る式のがあるしそういう景色の中にみんながいたからその貧しいとかいうのもどうなんでしょうね今の人から見たらとんでもない貧しい風景にあの見えると思うんですけど当時はそれが普通だったので全然その。 貧乏でいやとか思うこともなかった、うん、のよく今昭和ブームっていうかなんか平成生まれの人たちがね、うん、なんか昭和、うん、いい時代素敵とか言うけど、うん、あんたらの思ってる昭和って、うんうん 昭和五十八年とかじゃねえみたいな。終わりの方ですね。六十年代とかですよ。私のその昭和四十。昭和四十五年とかを平成生まれ知らんじゃろうが、それで、も憧れるんかってプンプンするけど。もっと前の人、あんたら昭和三年とかも知らんのかと。あの、私もさすがに昭和三年は知らないので。知らないです。あの、その時の方が、もっともっとね、あの、やばいわけでしょう。ああ、だから、やっぱ、こう、なんだろう、こう。 幸せ不幸せってやっぱ他人との比較の中で出てくるものだからみんながこう貧しかった時っていうのはその差がないわけだからその差がないことに悩んだり不幸せだっていうふうに思わないやっぱりギャップなんでしょうね幸せも不幸せも。インスタとかでこうなんて言うんでしょう,こうが華やかにやってるんだけども華やかにやってる裏ではこの人絶対あがいてるよなっていうのが もう今となった想像がつくんですよだからそこを一歩踏み込んで考えるとそんなに羨ましいことって世の中ってあんまりないような気がするんですけど基本的にだからそこで悩む人っていうのはなんかこの表面上のことしか見てない人が悩むんじゃないかなって私は思ってて。 だからやっぱそこの葛藤みたいなのをみんな抱えてて、まあ、眠れない夜を迎えている人が多いのかななんていうふうには思いましたけどね今お話を聞いてて恋愛ってこう周りから落ちるもんだって言われてるんですよ。 いつ落ちんのかないつ落ちるのかな <laughs> って思ってるんですけどもストッパーつけてるのかわかんないんですけど一向に落ちないんですよみんなねなんでこんな愛っていうものがそんな私情のものになっとるの諸悪の根源や愛っていうものは確かにとてもこう大きなくくりの意味のある言葉だから厳密にこう考えないといけないやっぱ愛の中でもどんな種類の愛かっていうのは。うん、愛にとらわれるより 金にとらわれる方がなんか今後のテーマとして私それかもって思ってますよ。なんか <laughs> もはや <laughs>